じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、じゃあまず今日の試合の振り返りをお願いいたします。今日の試合はまずチーム全体全員で団結してこの試合に勝ち切ることができたのはもうとてもいいこと、嬉しかったです。ありがとうございます。次の試合に向けての意気込みをお願いいたします。今日の試合では自分の決定力が足りずゴールを奪うことができなかったので、明日の決勝戦ではゴールをしっかり決めてチームに貢献できる、チームが優勝できるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。